安藤と申します。よろしくお願いいたします3年前私は25歳の時に乳がんと診断を受けましたその時ちょうど入社2年目になったばかりで仕事もプライベートもこれからという時でした診断を受けた時仕事は今の会社で絶対続けたいと強く意思を持っていましたそして現在28歳になった私は今も診断時と同じ会社で働いています 3年の間に治療に関しては残念ながら骨への転移肝臓への転移があり放射線治療や抗がん剤治療を受けざるを得ない状況になり現在も2週間ごとに抗がん剤治療を受けていますそんな状況ではありますけれども仕事の方は3年の間に1つ昇格し今年は新入社員の指導員をするチャンスももらい今のところ順調にキャリアを積むことができています とはいえ、仕事と癌治療を両立することは正直簡単ではないです。この3年どうしたらうまく両立できるのか悩み、考え、試行錯誤をし、なんとか両立できている状態です。少し前に新聞にも掲載がありましたけれども、厚生労働省の調査では、癌と診断されて4割の方が治療開始前に仕事を辞めてしまうという記事がございました。 4割という数字にも出ている通り診断直後これから働ける体なのか仕事場に迷惑かけるのではないかなどそういった不安で多くの方が仕事を辞められてしまっています私も診断直後そういった不安はもちろんありましたが25歳の当時診断直後仕事を続けるという選択ができた背景やその時のエピソードを今回話したいと思います 私の場合、まず乳がんと診断されてすぐに、えー、上司に報告しました。電話で、えー、社長、残念ながら検査の結果、悪性でした。とりあえず、明日詳細,詳細について,直接,てい、えー、い <laughs> 直接お話しさせていただきますと、えー、翌日、出社してすぐに上司と面談し、えー、これからの治療のことを、えー、仕事は続けたいことを伝えました。 話したところ、えー、分かった。とにかく体のことを最優先に考えて、何かあったら何でも相談していいから、大丈夫だから、と言われた途端、席を切ったように涙が震れ出ました。その前日に乳がんと診断を受け、えー、一人暮らしで、えー、家族も近くにいない状況だったので、自分自身がしっかりしなければと思っていました。自分でもびっくりするほど、えー、乳がんの告知を受けた瞬間、冷静で、 主治医に今後のスケジュールはどうなりますかどんな治療になりますかなどその場で考えられる限りでいろんなことを質問しましたそして病院帰りには本屋にすぐに行き専門書を買いとりあえずすぐには死なないはずということで自分に言い聞かせ一晩寝ましたおそらく上司からの優しい言葉に一気に我慢していたものがあふれ出てしまったのだと思います 上司は職場のメンバーへ病気のことを伝えるかどうかを私に聞き自分からうまく伝える自信がなかったので結局上司から伝えてもらうことにしましたまたまだ入って2年目で会社の休暇制度についても知識がなかった私に対し休暇の取り方についてちゃんと人事に聞いておいた方がいいよというアドバイスをくれ人事部の労務担当と取り継いでもらい休暇の取り方について相談できる体制を作ってもらいました ただ、まあ、そういった、えー、迅速な対応で、えー、仕事を続ける社内調整等はついたんですけれどもただ一つ大きな不安だったのが、えー、職場の先輩たちが一番下っ端の自分ががんに罹患してどう思うのかということでした扱いにくくなると思われるのではないかまた、えー、ただでさえ一番下なのに余計足手まといになるのではないかなどとても気になりました しかしそんな不安はすぐに消え去りました診断された週の金曜日に職場の飲み会に呼ばれすでに職場のメンバーへは上司から話が言っていることは知っていたので、まあ、どんな顔をしていけばいいのかと思ってたんですけれども結局ちょっと勇気を出していきましたで特にいつもと変わらないワイワイとしたくだらない飲み会だったんですけれども解散する際に次長がさっと自分のところに来てくれて「今日は来てくれてありがとう」 えー、いろいろ大変かもしれないけどここにいるメンバーは、えー、安藤さんが決めることを応援するからと声をかけてくださいました、はい、でその時本当に嬉しかったですなので、えー、大丈夫この職場なら続けられるとかし確信することができ、えー、この言葉が大きな支えとなり仕事を辞めずに治療を続ける決意ができましたこのような私の経験からお伝えしたいことは えー、がん患者が治療を続ける上でえで、ー、社会の制度や会社の制度は、えー、もちろん整えるべきなのは、えーとまあ、課題だと思うんですけれども何よりも職場の、えー、理解が必要だということですそしてがん患者自身も自分の病気と冷静に向き合い、えー、どうしたら治療を両立できるのかそのためには何が必要なのかというのをじっくり考え続けることが大事だと思います はい、最後に、癌でも、あの、キャリアを諦めずに働く、えー。仲間がこれからも増えていくことを期待しております。ご清聴ありがとうございました。はい、安藤さん、ありがとうございました。えー、っと、本当に、職場の環境っていうのがすごく。大事だな、というふうに聞いてと思いました。他にも、まあ、職場の。 制度も人も協力的だったっていう話もあれば、まあ、途端に入院先に離職願いを持ってこられたっていう話も聞いたことがあるんですねだからこの差をどうにかしないといけないなという感じが強くします何か会場の方から質問とか私の場合はこうだったみたいなお話ありますか あのどうもありがとうございます、はい、素晴らしいお話をと私の方から質問というのはですねじゃ反対に自分の同僚ががん、まあ、にかかってしまってであの声をかけたいんですけどなんかこう言っていいのかなとかあのどうしたらいいのかなっていうのを迷うことがあると思うんですけども周りの人はどのような声をかけるのが一番良いんでしょうかはいえー、と まあ、自分ががん患者の立場で言うのであれば多分がん患者の方は人それぞれで声をかけてくれない方がいい人も声をかけてほしい人もいると思うので一概に言えないんですけれども自分の場合は、まあ、あの声をかけてもらった方うが、まあ、相手は理解して私と、まあ、付き合ってくれているというのが分かるので,、まあ何ですかね、普通に、まあ、今までと変わらない関係でありながらも理解をしてくれているという状態。 はい。があれば。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、はい。い,いと思います。はい。はい。他にございますか。あ、えっと。私自身は、えっと、慢性腎不全で腎臓がんなんですけど。えっと、再発をして。二回目の移植がこの間終わって。えっと。<laughs> 復帰したんですけれど、いきなり最初からフルタイムの勤務だったんですね。えっと、職場復帰のえっと復帰の体制とか、どのような経過でしたか？それを教え、教えてもらいたいです。 はい、分かりました、えっと、まず初期の治療の時には、えー、手術後、全、え、的、ー、手術のあとホルモン療法で、まあ、副作用が自分の場合、そこまで強くなかったので、えー、基本的に治療前と変わらない勤務形態でしたただ、えーとまあ、骨への転移肝臓への転移の際は抗がん剤治療をやむなくする状況だったのでやはり副作用の関係で、えー 今もなんですけれども9時5時っていうのを原則であの会社の方にあの出出されてますあの制限としてはいあありがとうございましはいじゃあ安藤さん、はい、どうもありがとうございました、はい、ご清聴ありがとうございました。<laughs>